皆さんこんにちは、ピボットの佐々木です。今回のピボットフットボールは欧州リーグ展望ということで、今回は2024-2025シーズンのプレミアリーグを展望していただきます。ゲストにお迎えしましたのはレオザフットボールさんです。レオザさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてホストは秋崎慎也さんです。よろしくお願いします。もうプレミアといえばレオザさんという、ね。そうですね。今日も戦術ボードあるんで、ちょっとたっぷりお願いします。ありがとうございます。そうですね、はい。今日はですね、これ5つテーマ設けてまして、はい、今シーズンの注目点、今シーズンの優勝クラブ、そしてビッグクラブ分析、注目選手、注目監督、そして最後に日本人選手の展望分析を伺いたいと思います。はい、まずいきなりですけど、今シーズンの注目点、プレミアリーグ何でしょうか？いや、プレミアリーグ全体で言ったら、やっぱり仕上がるまでのスピードですかね。おー。プレシーズンから、あとは開幕戦見て、やっぱり、シティとアーセナルの仕上がりがすごいですよ。もうかなり仕上がってるってことですか？その、まあ、継続が、しっかり積み重ねられてるんで、守備のところで普通ならここ穴になるな、みたいな、ここ、大体新加入選手ずれ遅れるんだよな、とか、後ろでの守備も、ここ狙われてないだけで危ないな、みたいなところが普通はあるんですよ。この時期って。それがシティ、アーセナルは、もう、ペップのもと、アルテタのもと、もう積み重ねられてるんで、結構隙がない感じがあって、ってなると、他のチームがそれ争うのに、結構、戦力が固まってなかったり、戦術固まってないチームが多いじゃないですか。それがどのくらい早めに追いつけるかだなっていうふうに思いますね。はあ。監督も選手もあんまり変わってないので、はい、もう、やっぱその連続性がすごいあるってことですね。そうですね。で、補強とか、そのチームの作り方も一貫してるというか、基準がしっかりあるんで、新加入選手馴染みやすいのもありますね。じゃあ、ユーロとかあった分、そのスピード感に差が出やすいかもしれないですね。確かにそうですね。それは本当思います。はあ。そこの注目点ですね。他にもありますか、注目点で。やっぱりサッカーって選手でやるものなんで、うん、その新加入選手がチーム仕上がってなくても爆発できるかみたいな。で言うと、例えばマンチェスターユナイテッドとかは、初戦でザークツイが途中から出てきて活躍したじゃないですか。うん、ああいう風に結構組織として曖昧というか、まあ、シティ・アーセナルと比較してふわふわしてるチームが、個人の力で勝ち点もぎ取ると、それによって精神的にもいい効果があるんで、乗ってきてマネジメントもしやすくて仕上がりやすくなるっていう。で、逆に、チームとしてのやり方しっかりしてても、勝ち点を変な風に落とすと、いいやり方のはずなのに、選手たちが不安になったり、新監督だとこの人でいいのかみたいになったりするんですね。なんでそこでの、まあ爆発みたいなのを、結構これ運の要素だったりとかあるんですけど、早めにこう持ってきてマネジメントしやすくどうかっていうところですかね。はあ。はい、そういう注目点を伺いましたけども、ズバリ今シーズンの優勝クラブ、本命、対抗、大穴でいくとどこでしょうか？はい、本命は、シティにします。やっぱりシティですか。いや、これ、はい。マジで迷うんですよ。これもう去年、僕本命シティにして、対抗アーセナルにしたんですよ。で、今季は、ここ変わるかなって思ってたんですよ。はあ、なんでかっていうと、カール・フィオリ、アーセナルにボロニアから、来た選手、この選手がすごくいい選手なんで、ネクスト・マルディーニとか言われる。本当左利きで、こう、もう、起点も効いてフィジカルもあって、みたいな、すごくいい選手なんですけど、ただ、シティがすごく仕上がってるのと、ギュンドアンが戻ってきそう。これ、シーズンの中で絶対怪我人出たりとか、不足の事態起きるですか、この時の対応力の差が、ペップとアルテターでここで差があるんですよね。で、あとは決め切る能力みたいなね、ストライカーのところで、ハバーツ僕好きなんですけど、めちゃくちゃ好きなんですけど、基本的に軸としてハーランドがいるシティと軸としてのハバーツっていうところになると、まあ、シティにしとく方が確率論で言うと高いなと思ってシティにしました。でも本当に僅差のシティですね、去年より。大穴はマンチェスターユナイテッドとしました。ほー、今年いいですか？そうですね。大穴って結構絶妙な表現になるんですけど、今のユナイテッドって、多分、いいチーム作ってくれっては思ってるんですけど、すぐ今季優勝してくれって誰も思ってないチームだと思うんで、大穴に僕はしました。で、理由が、いい選手が多いからですね。どうしても監督の、戦術だったりとか、細かい約束ごと戦術的な、っていうとこは、まあ、だいぶ弱いんですよ、他の監督に比べると。ただ、補強が、ホエルンドっていう、頑張り屋さんの長身フォワードいるところに、ザークスイっていう器用な、選手取ってきて、で、その選手が早速活躍したと。で、アマドだったりとか、このガルナチョっていう若手が伸びてきてて、なおかつ、中盤も、マウントも出れて、ブルーノ・フェルナンデスいて、で、ディフェンスラインには、アヤックスのメンツを補強してっていう、すごく、
テンハグがやりたいサッカーをできるメンツが揃ってきて、リサンドマーティネスも戻ってきたんで、うん、これ全員が噛み合って、ベストの状況でやれたら、ある意味ちょっと他のリーグの話をして申し訳ないですけど、レアルマドリード的な。選手が個々の判断で戦術的な現象が起きるっていう、うん、そういうチームになるなと思ったんで、マンチェスターユナイテッドでした。はあ、どうですか、この予想を、木崎さん。そうですね。やっぱそこだけ今回アーセナル、まあちょっとアーセナルファンが多いから、アーセナル優勝してほしいっていう人は多いと思うんですけど、うん、肉薄してますか、だいぶ。去年よりは僕、あれですね、その、うん、僕の優勝の決め方ってやっぱ確率論で優勝のあれするんで、やっぱディフェンスラインが弱いチームっていうのは、やっぱリーグ戦特に取りこぼしだったりとか、失点多くなって優勝しないんですよ。ってなると、カーラフィオリっていうセンターバックもサイドバックもできて、冨安が怪我してる時に、この、ジンチェンコだったり、まあ、あとキビオルとか、この辺使ってた方にカラフィオルも加わって、プラスティンバーも戻ってきたんで、ディフェンス面厚くなって、センターバックが、もう抜かせなかったサリバー曲がり合いそうなところも、カラフィオルにしたり、トミヤスにしたり、ティンバーにしたりっていう、いろんな、こう、第二パターンの質が落ちないですよね、今年は。なんですけど、シティも、アカンジ育ってきて、グバルディオル中央に使うようになってっていうので、で、ギュンダン戻ってきてってなると、これ全然、なんていうんですかね、この差が縮まったようで、縮まってないっていうか、うん、ユリアン・アルバレス抜けましたけど、サビーニョがいいっていう形なんで、なんでこのまま行ったって感じです。去年僕、アストンビラ優勝予想して、ジョーさんから、それはひどいって言われたんですけど、さすがに、さすがにないですよね。途中ぐらいじゃないですか。最初に言いましたっけ？あ、そうですね。途中でしたね。途中でアストンビラが調子結構頑張ってたんですね。そう、調子いい時にこのまま行くみたいなんで、いや、これがこのまま行ったら、プレミアの監督たちが、サッカー知ってなかったらこのまま行くみたいな。でもやっぱあの戦術っていうかあのやり方っていうのは穴がめちゃくちゃあって、エメリの見た目とかですごい戦術家っぽく見えてるんで評価されてるだけなんで、実際は全然っていうのが、まあ、当たってなかったらここ来るの怖かったですね。レスターみたいなことはやっぱ今のプレミアだと起こりづらいですかね。レスターみたいにやってたら全然起きると思います。おう。でもレスターの戦術ってやらせにくいんですよ。あれですよ、ミラクルレスターの話ですよね。はい、4-4-2-4-4-1-1 で、しっかり守備固めてカウンターみたいな形って、これってある意味選手がやりたい、ボール繋いだりとか、結構自分たちが主導権を握る、ボール握って主導権握るサッカーを、まあ捨てさせる形じゃないですか。で、それを捨てれるメンバーが揃ってたんですよ。得意なことやってったら、結果捨てることになるみたいな。で、あそこまで徹底するのってマネジメント的にもきついですし、あの当時のメンバーってあのやり方になったんで結構、その自然な流れが奇跡的に他のチームの不調も相まって優勝になった感じなんで、あれを本当に再現できたら全然上位いけると思います。なので、まあ選手がやりたがらない方が強いってことですね。そうですね、正直。うん。わかりました。だからここからぜひね、ビッグクラブ分析聞きたいんですけど、はい、まずその本命、ド本命のマンチェスターシティなんですけど、はい、ここで、初戦のメンバーを並べて、はい、まあまだロドリが戻ってきてないとか、ベストメンバーじゃないと思うんですが、うん、このメンバー見てどうですか？新しくサビーニョが入ったりとかですね。もう本当に初戦のメンバーって感じですね。多分ここから選手のコンディションだったりとか、その時のチーム状況で全然変わるんで、例えば、リコルエスこのまま、信用されて使われ続けたらこれですけど、まあ普通にここにウォーカーだったりとか、あとはストーンズ入れたりとか、まあいろんな、アケが、例えばグバルディオールとか入って、グバルディオールがサイドバックやったりとか、いろんなパターンあるんで。で、あとは、ロドリが来たら、ベルナード・シューバーのところにコバチッチが入って、コバチッチがボランチとトップ下を行き来する形みたいな。で、その後ベルナード・シューバー外されるのってなりますけど、サビーニョとドク、これが右も左も、まあ、やれるんで、ベルナード・シューバー右に入れて、その時にコンディションいい選手出したりとか、結構ハーランドいない時のゼロトップシステムが機能するかどうかみたいなところ以外は、まあかなり、誰かが抜けたとしても別のやり方があるメンバーだと思いますね。フォーデンもいるわけですもんね。そうなんですよ。フォーデンが控えってちょっと変な話ですよね、本当に。そっか。これサビーニョって機能するんですか？めちゃくちゃしてますね、今。へぇ。あとはワンシーズン持つかどうかだと思いますね。昔のバイエルン・ミュンヘンに、ペップがやってた頃のドグラス・コスタが来た時。懐かしい。はい。あの時も、どのぐらいのレベルでやれるのみたいな感じで、試合使ったらキレキレだし、ここからチャンスできるし、みたいな。で、もう本当にサビーニョに関しては、なんかマフレーズにパワーついたみたいな感じの選手なんで、で、あとは本当にちょっとした連携の底とか、ちょっと気になる守備とかあるんですけど、正直、加入してこのぐらいで、今のパフォーマンスできるっていうのは、もうだいぶプラスな要素なんで、サビーニョがヒットしてるからこそ、こう、ユリアン・アルバレス抜けたんですけど、まあ、サビーニョが使える分、ベルナード・シューバーじゃユリアン・アルバレスの役で、
中央で使うとか、うん、ウィングで使うか、控えに使うっていう、まあ別の回し方ができたんで、あの新しい補強の話が上がってこないんだと思います。はあ。じゃあアルバレスショックはそんなに大きくないんですか、打撃は。ですね。なんで今度はハーランドいなくなった時ですね。ああ。ハーランドいなくなった時に、過去の事例で言うと、ベルナード・シューバーのゼロトップは機能してるんですよ。うん、なんで、それを、まあやればいいっていう話もあるかもしれないですけど、まあ当然、選手も年齢とか、まあ、いろんな状況によって同じ、ポジションでも機能するか分かりませんし、ハーランドだと純粋なストライカーなのが、ベルナード・シューバーだとまたそこ変わってくるじゃないですか。ってなると、そこにチームがついていけるかっていう問題もあるんで、僕はユリアン・アルバレスを外してというか、いなくなって、別の選手、微妙な選手取ってくるぐらいなら、今のまんまのやり方が、ベストだと思いますね。はあ。ハーランドってあんまり怪我しないですもんね。そうですね。ねえ。そこも大きいと思いますね。はあ、そっか、したら。フォワードの補強は今のところ必要ないってことですね。そうですね。必ずしも。市場にユリアン・アルバレスクラスのキック精度あって、献身性あって、うんうん、この得点機にちゃんと顔を出せる選手がいないんだったら無理して取らない方がいいと思います。はあ、やっぱ好きないですね。そうですね。そこにデブルイネ、これデブルイネがシーズン中いなくなるとかありえますかね、冬とか。補強的なこと。いや、もうサウジアラビア行っちゃうとか。シーズン中はないと思いますね。ただ、デブルイネが、やっぱり怪我しやすくなってるのはあるんで、そのデブルイネいない時に、別の選手がホーデンとかいるじゃないですか。で、2シーズン目シティって、1シーズン目慣れてなかった選手が良くなるパターンあるんですよ。ってなると、今コバチッチそうなってますし、ヌネスそうなる可能性ありますし、あとギュンドアン戻ってきたら、一昨年の一番いい形も使えるんで、でデブルイネ、去年よりはコンディション良さそうだったんですよね、この開幕戦見ると。なんでこれがいかに継続するかだと思いますね。はあ。やっぱ好きないですね。そうですね。これリコ・ルイスは継続して右サイドバックで出てくるんですかね。対人の守備だったらウォーカーで、うん、ボール回しだったりとか、気の利き方だったらリコ・ルイスって感じですね、今見てる感じ。だから僕はペップはリコ・ルイスを、この理想はラームみたいになってほしいと思うんですよ。右サイドバックが入ってきて、チームの中心になれるような。あとはまあ最初から中盤とか。でリコ・ルイスは、ラームほど器用じゃないですけど、ペップの話聞いてる時の顔とかも、はい、わかりました、ボスみたいな。で、リコ・ルイス自体も、自分で言ってたんですけど、もう、心配性すぎる性格だみたいな。もう本当に家から出た時に、なんか、あれ、忘れ物したかったかとかすぐ気になっちゃうみたいな。で、それがプレーに出てる選手なんで、そういう選手伸びるんですよ。富安とかもインタビューでそういう感じだったんで、やっぱり心配性すぎてみたいな。なんで、そこのメンタリティを買ってるのかなというふうに思いますね。ここ入ってないですけど、怪我してますけど、ボブもいるんですよね。そうでしたね。いい選手ですよね。いや、そうですね。ボブもいて、サビーニョ、ドクいて、グリーリッシュ、控えて、フォーデンもいてなんで、はい、だそれ考えても、ユリアルバレス取っちゃいけない、代わり取っちゃいけないですよね。他の選手たちのその、飽和状態を考えたら。やっぱ優勝ですね、これ、マンチェスター・シティが。そうですね。パススピードとか見てると、なんか、速い気がして、気のせいですかね、なんか。それはあると思います。あと、やっぱり、シティもアーセナルも、まあ、調子悪い試合はあれですけど、基本的には、ボールを一人一人が持ってる時間が、サイドで仕掛けるとき以外短いですよね。で、それってやっぱ技術あって、うん、ディフェンスラインのパススピードも、なんで上げれるかっていうと、低い位置でボール持った方が、相手との距離があるから安全じゃないですか。なんですけど、低い位置で持つことは、ボール持った後に、ちょっと運ばないと、縦とかサイドとかいいとこつけれないですよ。この時間が相手のスライド間に合っちゃうんですよ。なんで、上手い選手じゃないと、ちょっと高い位置を取って受けるってできないですか。それがシティとかアーセナルの選手たちは上手くて、なおかつ、もうペップとかアルテタとか、この系譜の監督が徹底するんで、それが、パススピードもそうですけど、パス回し自体の速さに、この、全体の、見てる時の印象につながってると思います。なんか精神面で何か、リスクとかありますか？精神面ですか？経営面でなんか、審査されてますよね。審査っていうか、監査か。そうですね。そこのフィナンシャルフェアプレイのところも含めて。なんで、それで、はい。もしも、なんか制裁処置で、勝ち点十何個剥奪ってなって、うんはいうん、レオザ優勝外れたじゃないかって言われたら勘弁してください。それはちょっと読めないですね。それはちょっと想定外ですね。そうですね。それは当然ありますよね。ありえますよね、うん。今、監査中ですもんね、まさに。はいペップはこれ最終年でしたっけ？まだやるんでしたっけ？っていうふうに言われてますけど、正直わかんないですね。はあ、おそらくペップは、経営陣、うん。それこそバルサもスポーツディレクター、会長変わってスポーツディレクター変わって辞めたりとか、うん、結構その仕事がやりにくいところになると、
移動したりとか、そういうところには大金積まれても行かなかったみたいな、あのユナイテッドだったりチェルシーとかそういう歴史があるんで、シティって今あのベギリスタインとソリアーノっていう、ね、このもうペップファミリーみたいな人たちがこう固めてくれてるじゃないですか。だからめちゃくちゃ仕事しやすいんで長期政権になってるんですよね。はあ。なんでそれが、まあ、ペップ自体の野心で動く可能性ありますけど、現状、あの、残ってるっていうのはそういう理由だっていうのは言えますね。この隙がないマンチェスターシティに対して、アーセナルですね。はい。これ初戦のメンバーですけど、アーセナルも去年と同じメンバーですよね。そうですね。基本的には。アーセナルも、すごくいいですよね、はい。どこから語ろうかなって話なんですけど、まず、多分ジンチェンコのところが、理想はカーラフィオリだと思います。やっぱり、あの、新しく移籍かけて取ってきた選手なんで、やっぱそれを控えであのお金使って取ってこないんで。で、あとは、富安戻ってきたら、じゃあサリバ・ガブリエルの控えに富安・ティンバーがいて、で、ホワイトの控えがティンバー・富安、ジンチェンコのところはカーラフィオリの控えとして、富安・ジンチェンコ、まあ、キビオルもいるかな、みたいな感じなんで、結構ディフェンスラインが、本当にあの、誰がかけても、総合力が落ちにくいメンツになってる。で、うん、2シーズン前に、優勝逃した時なんかは、やっぱりセンターバックの怪我から崩れたんで、そういうところはやっぱり、レシピでなんとかするっていうのが厳しかったっていう判断を、アルテタしてると思うんで、うん、こういう補強の仕方にしたと思いますね。はあ、中盤と前線の選手層ってどうなんでしょうかね。十分なんでしょうかね。中盤は、メリーノが、来る可能性が高いって言われてますね。はい。で、アルテタのサッカーって、まあ、特殊というか、すごく、合理性とロマン両取りしようとしてるサッカーで、どういうことかっていうと、選手がポジションチェンジしながら、ポジションが変わるってことは相手のマークついてきたりすると次のスペース開くじゃないですか。そこに他の選手が行って。で、これって相当入れ替わるじゃないですか。入れ替わったところで、ちゃんと能力を発揮できる。つまり、複数ポジションできるような選手が欲しいんですよ。で、あとメリーノって、トップ下インサイドハーフアンカーぐるぐるできて、サイドバックのところ落ちたりもできますんで、ライスだったりとか、この、インサイドハーフの今のライスのポジションを使った場合、アンカーにライスがなったら、こう、ここの入れ替わりできて、みたいなとか、ウーデゴールもよく下がってきて、そこにサカが入って、ホワイトが上がってとかじゃないですか。これをいろんなポジションでやりたいんで、ってなると、この、今おっしゃった質問に答えると、中盤の選手って外から取れるとしても、中盤と前線って、この、ぐるぐるで入れ替わった時に、ウィングでしかできないよねとか、インサイドハーフしかできないよねって選手だと、ダメになるんですよ。うん、なんで、なかなか補強で、市場に出てる選手で、アルテタがやりたいサッカーもできるって選手って少ないんで、それでオメガネに叶ったのがメリーノで、オメガネに叶う選手がいないから取ってきてないのが、センターフォワードかなって思います。はぁ。センターフォワードはね、ずっと課題って言われてましたけど、もう補強しなくていいんですかね、はい、これ、外から見ると、もっと点取れるやつ取ってこいよって、当然、視聴者の方もなると思うんですよ。で、確かにそうなんですけど、アルテタのサッカーのセンターフォワードの最適解は、市場に出てる人も含めてハバーツなんだと思います。ハバーツは、トップ下のボランチもウィングもこう、ぐるぐるできるんで。で、ぐるぐるして、どこでも上手くて、なおかつ、前プレーかけられた時、ハイプレスかけられた時って、どうしても繋げないんで長いボール蹴るじゃないですか。シンプル空中戦結構強いっていう。なんかこう、細くて背の高いセンターフォワードなんで、足元系に思われがちなんですけど、ちゃんと競り合えるんで、そこも強さの一個なんですよね。はぁ。で、あとハバーツって、なんかこう、なんですか、わかりやすいストライカーのこう圧みたいなのないじゃないですか。ちょっと弱気そうですし。なんで、頼りなく見られがちなんですけど、アルテタのサッカーだと、なかなか、まあ、変わりいないんで、この選手層にならざるを得ないって感じですね。はあ。オシム編とか、そういうのいらなかったんですか？トニーとか。もう点取るってだけだったら、欲しいと思いますね。はあ、で、アルテタが、重要としてる今言った部分と、もう一つはメンタリティのところですね。はあ。トニーとは面談したらしいんですよ。そんなんでよく知ってますね。はあ、面談したんだ。面談して、ノーになったっていう。へぇ。で、今、トニー、ブレントフォードの、もう、中心選手なのに、サウジアラビアに出そうとしてるんですよね。で、結構トニーって賭博の問題とかもあったじゃないですか。こういう選手ってやっぱメンタリティに問題抱えてて、まあ、あえて俗っぽい言い方すると自分勝手なんですよ。で、そういう選手って、もうアーセナルの本当にこの組織だったサッカー絶対できないんですよ。僕も自分監督やってて、うまいけど、この、一応入っては言うけど、試合の中の判断で、うわ、勝手なことしたな、みたいな。っていう選手っていて、で、それを、この僕らやってるレベルの何段階も上のプレミアリーグだともっと抑え効かないじゃないですか。うんうん、プライドとか高いですし。
ってなると、そのリスクがある選手は取ってこない。で、アルテタ来た頃はそういうオバメヤンとかエジルがそういう存在で、それを弾いた過去があるんで。はぁ。ってなると、だから一番いいのはハーランドなんですよ。ハーランドって言うこと聞く怪物ですから。うん、はぁ。この怪物はいるけど言うこと聞かない。言うことは聞くけど怪物じゃないっていう人しか市場出ないんで。はぁ。なんでこういう状況ですか。そっか。アルバレスとか良かったのかもしれないですね。あ、ユリアン・アルバレスですね。そうですね。なんで、あとはユリアン・アルバレスだとちょっと高さがなくなるじゃないですか。ああ、そういうことですね。なんでこのハバーツの賢くて高さって言うこと聞くっていう。そっか。で、うまいっていう。なんで、ちょっとだけ、その、シュート技術っていうんですかね。うん、なんか、こう、強引なシュート力みたいなところは、もう、むしろサカとかマルティネリが、そこの個人打開力が担うところじゃないですかね。日崎さん、どうですか、アーセナルは。これ、1年間戦って、もう勝ち点2とかの差で優勝できる、できないの世界ですよね。うん、だ本当、マラソンで考えると、佐々木さんがおっしゃったように、先ほどのシティと比べると、ウイングの、じゃあ、なんていうんだろう、層とか、はい、それにちょっと、弱点があるんですかね。やっぱり、ま、例えば、シティだと、サビーニョが、じゃあウィング無理です。って時にユリアン・アルバレスだ、うん。ボブだ。ホーデンだ。いますよね。サカいない時誰なんですかっていうので、次出てくるのが、マルティネリ右に移すとか、うん、あとは、ファビオ・ビエーラとか、はい、もしくは誰か中盤入れて腕ゴール右にして中入れるとか、やっぱどうしてもちょっとその場しのぎ感ないですか、こういうふうに聞くと。いや、あります。そっちもミレンダーのシティと、あ、そうするしかないよねのアーセナルっていうか。だからこういう差が結構ディフェンスライン以外は、やっぱシティとアーセナルに結構差があるなって思いますね。そうね。初戦も結局サカがね、大活躍でしたもんね。アシストしてゴール決めて。はい。ここが怪我したらちょっとガタガタってきそうですね。はい。まあでも去年よりもちょっとフィニッシュのパターンとかシンプルにクロス入れるようになったりとか、うん、やっぱアルテタのいいところって、出てる問題点の改善にしっかり向き合うんですよ。はあ、これ全然、サッカー界だとこれ結構当たり前じゃないんで、ちゃんと改善しようとする監督っていう。なんでそういうところで、まあ、ペッパーあるって言ったら、こう、監督が良くて、選手良くて、それが規律立ってるっていう。なんでここはやっぱり、ちょっと抜けた本命二人になりますよね。わかりました。次行きましょうか。次はリバプールということで、はい、リバプール監督もスロット監督に変わりましたけど、はい、どうですか、変化大きくありますか。そうですね。特にキーパーから繋いだりとか、うん、まあいろんなところで言われてる話ですけど、やっぱりこう約束事が多くなって細かいサッカーになったっていう。なんで今後シーズン進むにつれて、あ、クロップだともっと上手くやったのになみたいなマネジメントの問題が出てくるかもしれません。ただやってるサッカー自体はある意味ちょっとペップっぽくなったっていうか、あ、ちょっとディテールこだわって現象としてこうなんですかね、上手くいかないまんま力技でなんとかするっていうよりも、ちゃんとこうチェス的な、うん、なんかこうちゃんとやり方で相手の上手取っていくみたいなサッカーは多くなりましたね。これ遠藤選手は出れないんですかね。やっぱり現状は序列低いですね。やっぱりスビメンディ取ろうとしてた話とか、今グラウンベルフ使われてますけど、足元の柔らかさだったり、この配球力、ボール失わない、なおかつそこにパス出せたのかとか、そこ失わないのかみたいな力で言うと、どうしても遠藤選手っていうのは全然下手ではないですけど、やっぱ比べられるライバルが世界トップクラスになって、スロットもそういう選手をアンカー役に置きたいっていうのがあるんで、そういうところで現状は、まあ、獲得された時のあれと一緒になりますね。ミルナー的な。かゆいところに手が届く、いない、誰かがいない時に使いたい存在として来て、結果、遠藤が中心になったじゃないですか。それがまた獲得された時の序列に戻った感じですかね。これ、ストライカーはジョッタになるんですかね。現状そうですよね。おそらくですけど、ダーウィン出番なかったりとか、あとやるサッカーも一人一人のポジショニングだったり、例えば細かくパス繋いで相手が出てきたら裏飛ばしてとか、結構相手見て、この臨機応変というか、その約束の中でベストチョイスをするみたいなサッカーになるんですよ。うん、それダーウィンとか苦手なんで、それ。うん、ってなると、結構こういうジョタだったりとか、あとは、ガクポとかですか。うん、こういうなんかこう起点利く選手が使われるとか、ソースライがゼロトップになったりとか、そういうふうに選手の好みがはっきり分かってくるような監督だと思いますね。先ほど本命対抗大穴どれもリバプール入りませんでしたけど、はい、どんな存在なんですか。チャンピオンズリーグ出場権ぐらいいけるぐらいの3、4位ぐらいのイメージですか。そうですね。あとはもうやっぱクロップっていうもう本当英雄じゃないですか。あの人の後になる監督には、もう優しくしてあげたいって嫌な言い方に聞こえたら申し訳ないですけど、そういう目で優しく見るべきだと僕は思っちゃってて。なんで本命対抗はちょっと重いじゃないですか、気が。
でも大穴っていうほど弱いチームではないんで。なんでこういう表現になりました、ね、はい。3位か4位ぐらいですね。はい。わかりました。リバプールどうですか？これすごいゴールキーパーの近くで繋ぐと思うんですよ。はい、やり方として。まあ、まさしくゴールキーパービルドじゃないですか。はい、この辺でこのセンターバックの体制っていうのは、はい、適性っていうのはどう見てますか？どのぐらい、結構、これって、繋ぐけど、繋ぐのだけやれじゃなくて、釣り出して奥使って、言っちゃえば、ゴールキーパーの近くで繋ぎます。相手奪おうとして、前から来ます。奥が来ます。奥を使った時に、個人で勝てるサラーだったり、ルイス・ディアスだったりがいるっていう、ここは大きいわけですよね。なんで、その判断ができるかどうかですね。おなんで、繋ぐことに固執して失っちゃうような選手だと、まずいんで、その判断に関してはファンダイクとかアリソン上手いんでいけると思うんですけど、ただアリソンの弱点として、左足側に戻ってきたボールをロングキックで精度高く蹴れないんですよ、うん。どうしても左苦手なんで右で無理に蹴ったりとか、左で蹴った時もちょっとストレート系のボールになって相手にぶつかっちゃったりとかあるんで、そこの弱点が、狙われるかとか、あとは、個々人の判断とか、まあ、相手チームの研究次第になるかなっていうのはちょっと思ってますね。わかりました。次行きましょうか。次がマンチェスターユナイテッドってことで、はい。はい。かなりメンバーも変わりましたよね。はい、そうですね。うん、なんで、まあ、ユナイテッドっていうか、テンハグのアヤックスじゃないサッカーもそうですし、これ、守備陣のフォーメーションこれなんですけど、攻撃の時には、2センターバックと1アンカーで、あとは全員上がってるみたいな。226とか217みたいな形になるんですよ。で、うん、そうなると後ろの選手たちのボール持って配球する。まあ、キーパーも含めてですよね。その3人4人の力がすごい重要になるんで、おそらく理想はマグワイアのところに、デリフトになって、カゼミロのところを今後どうするかですけど、うん、そういうふうに、まあ、後ろ上手い選手たちで繋いで前の個人技活かすみたいな感じになるんで、まあ、ここから、そういう、獲得した選手、トップザークツになって、最終ラインにデリフト入って、カゼミロのところを、誰使うかって感じで、もっと、ボール持ち続けるサッカーを、テンハグは、やりたいと思います。ほう。あれ、パリ・サンジェルマンのウガルデが入るっていうね、状況、ね、出てますけど、あれ、カゼミロに変わる可能性があるってことですかね。カゼミロよりも、ボール持った時に失わない能力がすごい高いんで、うん、あとは環境面ですよね。やっぱり、他のリーグで活躍してたりしても、ユナイテッドだとやっぱり批判の声とか大きくなるじゃないですか、うん、で期待も大きくなるんでそこで思ったより活躍できない選手って結構今までもいたんでウガルテがそこを乗り越えられるかどうかですよね。うん、全体的にアヤックス色が強くなってきましたね。どんどん強くなりますよね。本当にもう、うん、力技で殴り続けるみたいなサッカーがテンハグ好きなんで、ほう、なんで選手が例えば去年そうでしたけど、リサンドロ・マルティネス離脱して弱くなったとか、今だとブルーノ離脱して弱くなるとか、めちゃくちゃあると思うんで、うん、なんで、まあ、大穴しましたね。はあ。ラッシュフォードは結構外すイメージがあるんですけど、はい。はず、あ、得点、シュート。得点の決定機で、はい、結構でもずっと使い続けますよね。そうですね。なんで、ラッシュフォードに関しては、特に、プレシーズン、プレシーズンコミュニティシールドか。とか、開幕戦とか、そこ外すんかいみたいな。でも、去年とか、90分で見たらすごい良くないのに、その1点だけ決めたみたいなあるじゃないですか。で、身体能力シンプル高いですよ。めちゃくちゃ足速いですし、1対1のとこ強いみたいな。それこそポルトガル代表でいうラファエル・レオンとか、ああいうもう爆発力で置いてるような存在なんで、監督の好みによっては全然使われない選手だと思います。ただ現状、そういう契約があるのか、アカデミーの10番だからとか、そういう広告塔的な意味も含めて、ラッシュフォードは外せないのか、もしくは天白が本当に、実力で過ぎてるのかみたいな。これは正直誰もわかんないところじゃないですか。うん、ただ、現状、実力に、まあ、実力というか、ガルナチョって選手がすごい伸びてきてたりとか、他にもいい選手いっぱいいるんで、ラッシュフォードのコミットメントとかの問題とかで言っても、まあ、そういう、今、木崎さんから個人的に名前出て、この選手どうなすかって言われちゃう存在ならわかります。うんうんうん、ここ数年ぐらいの満員の中では一番期待できるとは言っていいんですかね。ガタガタだったじゃないですか、満員ってこの試合。そうですね。ここ数年の中では一番期待できると思います。ただ、やっぱり、これがシティとかアーセナルがいないリーグだったらあれなんですけど、それこそ、やっぱチーム強くなるのって、組織のそういう一貫性があって、うん、なおかつメンタリティある選手揃ってみたいな。レアルマドリードよりも戦術的に約束ごとあるチームいっぱいありますけど、結局レアルが CL 優勝してるとかあるじゃないですか。あれって、個人個人の責任感だったり、大舞台での、そこで、ちゃんと
試練を乗り越えられるメンタリティだと思うんですよ。そういう選手をちゃんとピッチに全部置けるか、そういう選手に育て上げられるかっていうので言うと、うん、まあ、この中で言うとラッシュフォードのところにそういう選手が入るのが僕一番いいと思います。僕個人の考えですよ。うん、今ここでしてる分析とか予想と別で、僕個人の考えで言うと、そういう、例えばラッシュフォードのところをガルナチョにした方が、全然いいと思うんですけど、ただそれはまあやっぱりそのチームごとのカラーだったり監督の考えっていうのがあるんで、まあこの分析で言うとラッシュフォードの良さも一応伝えたって感じですね。うん。わかりました、はい。次行きましょう。チェルシーですね。はい。ちょっと初戦でマンチェスターシティに負けましたけど、はい。選手は豊富ですよね。そうですね。で、監督マレスカになって、うん、本当ペップっぽい監督増えましたね。これ自分で喋ってると思いますけど。ペップの弟子でしたっけ、マレスカも。そうな、シティでセカンドチームとかやってましたよね、確か。で、すいません、セカンドチームっていう表現じゃなかったら申し訳ないですけど、そういう、まあ、下チームやってて、やっぱりそういう哲学共通してとかって、やっぱボール大事にして後ろから繋いでみたいな。で、細かいやり方とか手法は違えど、もう、アルテタ、ペップ、うん、このさっきのスロット、テンハグ、マレスカ、で、ポステゴグル、全員こう、いろんな種類のボール繋ぐの好きな監督だなっていうふうに思う中で、もう、このマレスカのやり方っていうのはこう、選んでるメンツもそうなんですけど、マドエケとかそういう、ムドリクとか、結構そういうパワー系というか、野生児みたいな選手を使わずに、もう、賢くいろんなポジション取れる選手だったりとか、臨機応変な判断できる選手で、ある程度スタメン組んだっていうのが哲学出たなと思いますね。だから去年よりかはチェルシーまとまりはあるんですかね。はい。あと、初戦がシティじゃなかったらもっと評価されてたと思いますね。シティしっかり苦しめてて、ニコラス・ジャクソンがあんなにオフサイドかかんなかったらとか、あそこ決めてたらみたいなシーンもたくさんあったんで。で、こっからストライカー取れるかどうかで言うと、わかんないですけど、僕はニコラス・ジャクソンは、めちゃくちゃ上手いですよ。なんでトップ下の選手だと思ってるんですよね。フォワードで裏抜け失敗してとかオフザボール良くなくて評価されないよりも、トップ下でこの選手が起点になってボール失わずに周り活かしながらオフサイドにもかからず得点するみたいな。なんで、エンクンクはヌクンクは左ウィングだとちょっと運動量的にも怪我とか続いてて厳しいとこあったんで、で、本人もトップやりたいって言ったんで、ヌクンクトップにしてニコラス・ジャクソンのトップ下になって、そうなると、じゃあ、エンツがウィングなのかっていうとちょっと違うんで、この辺どうするかっていう話なんですけど、こういうパズルを、いいの、噛み合わせが見つかったら、もっといくと思いますね。今年もパーマー旋風は続くんですかね。去年大活躍でしたけど。開幕戦は悪良くなかったですけど、全然パーマーが、こっから調子戻すのはあると思いますね。ました。はい。チェルシーはちょっと浮上気味ということで。はい。これ最後、トッテナムですね。あ、そうですね。はい。もう基本的にやり方は変わってなくて、ただ、やっぱり大きいのは、新獲得のこのソランケのところですね。相手のディフェンスラインのライン上で駆け引きしながら強引に点取れる選手。そういう選手をやっぱり欲しがってた中で、ソランケっていう、ボーンマスで、預けられてなんかしてくださいのサッカーでやってたところなんで、それで言うとチャンス数も増えますし、スパーズが、こじ開ききれなかった試合とか、オフサイドかかりすぎた試合で、なんとかそこをちゃんと1点取れる存在っていうのが入ってきたのが大きいと思います。木崎さんどうですか？なんか静かですね、プレミアの時。いやいや、そうですか、ちょっとすいません、これ撮ってますか？まだ見れてないけど、ちゃんと。はい、まあ、ベースっていうね、代理人事務所、まあ僕もちょっと多少ちょっと取材したことありますけど、撮ってのすごい仲いいんで、ベースの選手が多いんですけど、監督もね、ベースのつながりだったり。あ、そうなんですか。うん、まあでもそういうのが逆に制限になってるのかなってちょっとメンツを見て思っちゃいますけどね。で、あとはあれなんですよね。昨日、それこそスパーズ見て考えてたのが、去年も最後失速したじゃないですか。これって結構、スパーズの戦い方と、こう、相関関係になってて、どういうことかっていうと、スパーズって後ろからしっかり繋ぐんですけど、配置を整えて、繋ぐっていうよりも、動き方にパターンがあるっていうか、まあ通線多枠持ってて。で、言っちゃえば相手を、この、ポールに見立てて練習するらしいんですよ。で、瞬間的に降りてきて、そのポールから引き剥がしてボール受けて、で、瞬間的にこう引き剥がすじゃないですか。でも相手も人間なんでついてくるじゃないですか。ってなったらそこ開けて他の人降りてきてみたいな。なんで、スパーズのサッカーって、ウィング張るんですけど、サイドバック中入って、で、そこにトップ下とかボランチ降りてきてで、ウィングとセンターバック以外がこうぐるぐる動く。あとトップ以外が。っていうサッカーになるんですけど、これって、相手がゾーンで待っててくれると回しやすいですか、うん、ただ、人を捕まえに来る、ちゃんと全部捕まえられると、ぐるぐる回ったとしても、瞬間的な空く時間っていうのが少なくて、結果こう、プレスに食われちゃうんですよ。
これがシーズン後半になると、前半だとやっぱり選手たちも人間で、監督もガチガチにマネジメントしないんで、ちょっと余裕あるの分かります。ここ行かなくてもいいや、みたいな。で、それで繋ぎやすいんですよ。が後半になると、スパーズのやり方研究される、相手も守備に対しての本気さが違うで、食われやすくなる。で、今度、押し込んだ時にスパーズのサッカーって、高いクロス使わないですよ。何回かありましたけど、基本、低いクロスをスピーディーにゴール前のスペース入れるみたいな。これもしっかりガチガチ守ってくるチーム多くなるじゃないですか。降格したくないとか、そういうので。なんで、シーズン進むにつれて、スパーズの選手の疲れだけじゃなくて、対策プラス、やってるサッカーと相性悪い形に、相手チーム全体になりやすいみたいな。じゃあ、そこどう打開するのっていうと、スパーズに関しては、もう選手の質しかないですよ。なんで、ポステコグルーのサッカーって、試合で練習させるみたいなサッカーなんで、そこで質上がっていくのか、あと、こう、ソランケとか、こう、前線の選手が、最後の方も爆発できるのかってなので、どうしてもガチャ要素が強いサッカーになってくるんですよね。去年はね、前半戦絶好調で、ね、はい、監督の最優秀賞いっぱい取ってましたよね、ポステコグルーは。なんで、うまくいってる時の現象としてはずっとボールつなぎますし、うん、決まり方も、スピーディーにパスつないで最後クロスってかっこいいんで、うん、なんですけど、その、全体の現象と有機性で見ると、結構穴が多いチームなんで、やっぱ最終的にはそうなるっていうのは説明はつきますよね。分かりました。6チーム見ていただいて、はい、なんか意外と6チームそんなに変化ないですね、今年。だからやっぱ移籍市場があんまりなかったからかな。ファイナンシャルフェアプレーの影響もあるんですかね。結構6月までに選手を売らないとやっぱ動けなかったりとか、あ、それじわじわ遅れたりもするんで。顔ぶれが去年とあんま変わってないなって感じです。マンチェスタユナイテッドはかなり変わりましたけど。なんで、あとはまあチェルシーとかは、この放出しなきゃいけない選手いるのに、なんか取る噂もあったり、チェルシーに関しては、なんかこの補強と放出の動きが、ちょっと不思議というか、内側がちょっとうまくいってるのかなって思うようなやつで、で、シティと、スパーズとアーセナルは、この、必要なところを補強してっていう、こう、ちゃんと、なんすかね、積み上げてる感じで、で、残ったリバプールに関しては、監督変わったんですけど、欲しい補強ができなかったんで、顔ぶれは変わってないって感じですよね。そういうことですよね。これ4つ目のテーマで、注目選手、注目監督。はい、これ誰ですか？いや、たくさんいるんで難しいですけど、一応、注目選手で言うと、僕は、一人はハバーツにします。ほう。やっぱりハバーツが、ストライカーっぽくないストライカーじゃないですか。器用さが売りみたいな。でも、アーセナルが優勝するには、それでも爆発してもらわなきゃいけないんで。20ゴールぐらいですかね。そうなんですよ。ただ20ゴール取るハバーツってあんま想像できないじゃないですか。確かにね。ただ、それって、去年はインサイドアークとトップで、まあ、どっちもうまくこなしてねっていう立場だったのが、ストライカー取りませんっていう風にアーセナルになってるってことは、ハバーツへの信頼すごいと思うんですよ。まあ、ここからジェズスのあれもあるかもしれないですけど。ってなってくると、ハバーツがしっかりストライカーとして腰を据えるというか、もう基本はストライカーはハバーツ。で、インサイダーがライスだったりメリーノ。っていう形でやれるアーセナルだと強いと思うんで、なんで、ハバーツにします。ほう、ハバーツ。注目監督は？注目監督はヒュルツェラーにしますね。ほう。ブライトン。ブライトンの。ほう。これはまあ注目選手ともちょっと連動するんですけど、やっぱ三笘。この三笘がちょっと行きやすいというか、この注目選手になりやすい監督が来たなと思ってて。どういうことかっていうと、デゼルビーよりも、足元で繋ぐところの、規則性というか、そこの爪は多分甘い監督なんですよ。選手の立ち位置の立ち方とかふわふわしてるんで。ただ、ゴール前に行った時に、クロスシンプル入れて、クロス入れるところも待ち合わせ場所を確実に決めてるんですよ。うん、ってなると、大体、ファーガーの、ゴールエリアライン上、この戦術ボードで言うと、はい、ここなんですよね。こういうクロスの出しはここ。まさに三笘のゴールですよね。あれ、プレシーズンからずっとやってた形なんで、あれを両サイドからやるんで、三笘がクロス上げる側の時にアシストなりやすいですし、上げてもらう側の時にゴール決めやすいんで、ヒルゼラーが、まあ、やる形っていうのは、三笘が生きると。ただ、ブライトンの戦力上の問題、カイセドとかマカリスターいる時から一段階去年落ちてたのが、グロスも抜けて、ウィーファーもそこまで、このスーパーな選手でもないんで、ってなると、どうしても後ろから繋ぐのができない、いい戦力じゃなくて、強い戦力じゃなくて、監督もそこに、デゼルビーほど向き合えないっていう風になると、やっぱり不安の要素あるんですよね。うん、なんかこう、
前は下は足りてたのに、上の生地足りなかった感じが、上の生地足りるしたら今度下足りなくなったみたいなのが、今のブライトなんで、そこどうするかっていうので、それも含めて注目って感じです。そのクロスの話でいくと、はい、日本に来た時、練習見に行ったら、はい、レオさんが言ったように、まさにそのターゲットを決めてて、ここにこの四角形書いて、はい、あとここに書いて、はい、あとここに書いて、はい、あと、ここにも書いて、はい、で、これが左右対称なんですよ。はい、で、そう、どこに、誰が行ったらどこに上げるかみたいなのをすごい練習してて、で、例えばここに。これはあれですか、ゴールを置くじゃなくて四角を書くだけ。四角を白線で書くんですよ。はい。そのテープみたいなやつで。はい、で、ここに入ったら、まあ、じゃあ、例えばここに、ここで走ってきてやるとか、で、さっきの、先生での場面で、ここに入ったら、はい、ここに走ってきて、クロス上げてみたいな。はいはい。だそこの、この、計、8つプラス1で、9つの、はい。いる場所と、クロスの上げ先にこう。あ、上げる元と、上げ先。に関連付けて、ここだとここ、ここだとここ、はい。ここだとどこみたいな。へぇー。そうやってましたね、はいはい。あ、やっぱそうなんですね。うん。だ一応ビルドアップも、ゴールを、4色ぐらい。はい。ここにゴール置いて、はい、で、ここにも置いて、はい。で、ここにもゴールをこういう風に置いて、はい、色が違うんですよ。ここが青。はい。ここが、白、はい、ここ、黄色みたいな、赤とか、はいはい。で、ここに立ってるコーチが、はい、何色かを示すと、はい、そこに攻めさせるみたいな。で、ここにコーチがまた3人立ってて、このコーチの動きに応じて、やり方も変えなきゃいけないとか。はいはい、でもう本当、状況を見ながら、つけるところを、判断するって練習をやってる、はい。いや、一応やってるんですよ。いや、これがあれなんですよ。この、面白いのが、こういうメニューやってると、うんかっこいいじゃないですか。さすがだな、みたいな。ヨーロッパはここまでやるんだ、みたいな。で、僕もいろんなメニュー試してきていろいろやってるんですけど、こういうのやっても、試合と選手が関連付けてくれないってよくあるんですよ。メニューはメニュー。試合になったら、俺言ってたやつになってない、みたいな。で、これって、例えば、ブライトンの話とかで言うと、こう、すいません、ちょっとこれ、例えばブライトンが青で分かりやすくこう攻めてるときに、まあこういう形になって、で、相手がこういうに、まあ、プレスかけるじゃないですか。こう442みたいな感じで、こういうふうにプレスかけるときに、基本的にですよ。基本的にキーパーからボール持ってます。で、このときに、センターバックのところに相手がマークつきます。ってなると、今度ここって、ボランチが降りてくるじゃないですか。このときに、一人降りてくると、もう一人ついてくるみたいな。で、このときに、じゃあこういう、今度ここのスペースに、人が誰かこう降りてくると、これによって、例えばこう間つけて、その後にこの選手に落としてとか、これが、じゃあ、ここに降りてきてほしいときに、この辺に人がずっと降りてなくて、この人一人の能力任せみたいな。だこれって多分今、木崎さん言ってたみたいに、練習メニューでやって選手が起こした、コーチが起こしたい現象に、選手がまだついてきてない段階なんですよ。これが、シーズン進むと、それがついてくるようになるのかどうなのかっていう、それが、まあ今後のブライトの見どころですね。僕は、結構こういう複雑な練習やらせるよりも、ボールホルダーに近い相手の斜め後ろ立ったら、前レバークーゼンで言った、ボールホルダーの近い相手の斜め後ろ二人立つと当てて落としてってできるんですか。この二人立つっていうのが、デゼルビの時は前からスーッと降りてきてそこに立ってトントンっていうのがあったんですけど、これが最初の試合だと、立ってほしいとこからミルナが降りてきてると思ってないから、センターバックの選手がファンヘッケが出しちゃってミスって口論みたいになってたんですよ。なんで結構シンプルな約束事の方がうまくいくんですけど、うん、いろんなパターンを想定した練習メニューやるせいで、今こっちじゃないんかいみたいな。一つの原則の中でやるんじゃなくて、シチュエーションごとで教えてると、シチュエーションを勘違いした選手が問題になるみたいな。うん、なんでこれがシーズン進んでうまくいったら、やっぱ練習時間あって、プロの選手だと、こういう練習でうまくいくんだって僕には勉強になるんですけど、うん、基本的には、戦術って足し算よりもいかに引き算するかなんで、結構引き算できてないように僕には見えたんですよね。その辺は複雑、かなり複雑ですね。ですよね。一応ザンクトパーリーはできるようになったと思うので、はい、できるようになるんじゃないかと思いますけど、多分ミズナーとかの能力もやっぱあるでしょうしね。そうなんですよ。僕ザンクトパウリーと他のチームの戦力的なところで言っちゃえば、ある人にはザンクトパウリーは戦力ない中でそれをやれたように見えてるんですよ。でも、ある人にはザンクトパウリーが戦力あったから、他との能力差で複雑なことやらしてもできたみたいな。弱いチームでも相手がもっと弱かったらポゼッションできますし、ポゼッション上手いチームでも相手が強かったらポゼッションできなくなるのがサッカーなんで、現状今のブライトンの良さはゴール前のところで、ここのところは厳しいんで、それが今の練習
のメニューがそのまま生きるかどうかっていうのはこの先のところで見えてくるかなと思いますね。うんうん、ブライトンついでにこの日本人選手分析に入っていきますけれども、はい、三笘選手、はい、初戦でもゴール決めましたが、今年はどうでしょうか、活躍もよりしますか。楽しみですね、めちゃくちゃ楽しみですね。はい、本当にあの三笘自体のコンディションの良さもそうですし、うん、三笘の場合は抜いた後に、はい、その後のラストパスは意外に決まってないみたいな。でこれが先ほど木崎さんも説明していただいたみたいな、まあ練習メニュー。それがしっかりあった上で、僕はもうただ試合見てただけですけど、そこで起きてた現象としてクロスの待ち合わせ先あるじゃないですか。うん、なんで、三笘の派手なプレーが数字にもつながるようなチームになってるんで、あとは怪我しないかどうか、ワンシーズンできるかどうかだと思います。はあ、2桁ゴールも狙えますか？あ、全然狙えると思います。なんで、本当だったら今年、ブライトンすごい僕好きなチームですけど、もっとビッグクラブとかに行ってた可能性ある選手で、うん、それ想定して、アディングラだったりとか、今季だとミンテ取ってたりとかあると思うんで、なんでそういうふうに、もう三笘にとっては、もう来季ビッグクラブ行くのが当たり前になるような年に、怪我さえしなければなるかなとは思ってますね。そうですね。その、三笘選手って秘密が多いんですよ。秘密が明かさないというか、例えば、サプリを取ってるみたいな、そのサプリの社長に聞いたら、サプリの社長が、ブライトンに遊びに行ったらしいんですけども、うん、食事しようって言ったら、まあ、当然外食しようと思って、レストランで食べるつもりだったのが、三笘選手が、いや、うちには入れませんよって言ったらしいんですよ。別に親しい関係なの、はいはい、で、なんでかって聞いたら、秘密のその練習道具とかいっぱいあるから、見せたくないみたいな。へぇ、一体なんだろうとは思うんですけども、そういうトライを常にしていて、うん、で、今シーズン前のその、日本に来た時も僕が記者会見に質問したら、新しい取り組みはしていると。ただそれはまだ言えませんみたいな感じの返答だったんですけども。まあ、怪我予防のことはすごいやってるんじゃないですかね。はあ、ね。あとはもう三笘に関しては、てか、ブライトンって結構そうですよね。木崎さんのこのピボットのインタビューとかでも、やっぱり、かなりうちにはありますけど、秘密なんてみたいな。データの面では全然なかなか貸してくれなかったですよね。ただ面白かったのは、やっぱり、その、オッズのアドバイス会社と提携してるから、僕が驚いたのは、普通データって、オンザボールしか取ってないんですよ、うん、オプタとか。で、オプタボールのデータ取ってる会社、一応ないんですね。はい。販売してる会社で。で、それを全部自前で取ってるというにちょっと驚きましたね。うん。で、それを取れる、なんていうの、財力が、その、オッズ会社にもあって、オッズアドバイス会社にあって、で、そこから年間4億円、5億円のアドバイス量でデータもらってるっていうのは、すごいなと思いました。あとはもうそのデータを使うスペシャリストが僕いると思ってます、ね。データの取り方はすごいんですけど、僕絶対最後のところでは、それを使ってこいつだってチョイスが上手い人が絶対いて、その人が誰か知りたいですけど、データだけで良くなるわけはないんで、データって材料の使い手が上手いから今の状況になってると思って。だその責任者はどんどん入れ替わってるんですね、ブライトンは。その社長以外は。だからもしかしたらそのオッズアドバイス会社の方にそういう人がいるのかもしれないですね。まあ一応公式があるって言われてますもんね。はい、あ。だどのデータとどのデータを組み合わせるといい選手かが分かるみたいな。あとは三笘が活躍しないとしたらやっぱ後ろの問題で、ボランチが今ちょっと弱いんですごく。ああ。そこをどうしていくかなっていうのはちょっと一つ。やっぱりボランチ弱いと中央つけるサッカー絶対できなくなって、ボール支配率は落ちるんで、三笘までボールいかないはあるんで、ちょっとそこだけはちょっと、強く言っとかないとまずいな。いつの間にかなんかミルナーがファーストチョイスになってますもんね。そうなんですよ。で、じゃあミルナー以外誰が行くっていうと、ミルナーにできることの逆なんですよ。バレバとかは、フィジカル的にはすごい強いですけど、判断良くなかったりとか、ボランチ全員に弱点があるんで、ウィーファーはアジリティだったりとか、あとまだプレミア慣れしてないとか。なんでそこですかね、問題は。グロスを出さない方が良かったですね。いやー、出さない方がいいですね。ただ、デセルビーが言ってましたけど、監督が勝ちたいじゃないですか。でも、ブライトンの考え方っていうのは、今後伸びる売れる選手を取る。もしくは、他のところで、もうベテランで勝者のメンタリティある選手を連れてきて、言っちゃえば、若手の育成にもなる選手を取る。つまり、一番、この、必要な層の、シンプルに実力出してチームを勝たせてくれる層っていうのは、ブライトンは補強戦略上取らないみたいなんですよね。それ一番監督としては必要なピース抜かれまくりますから、かわいそうな、監督にとってはかわいそうなチームなんで、で、それで多分、監督が不満持つのも分かってるんで、次の候補を常にリストアップしてるって。だからかなり残酷なチームですよ。確かにね。だから給与は下から10万目以内。でも順位は上から10番っていうのが、まあ方針。みたいですね。でもすごいドラスティックなチームだと思いますね。ユニークですね。次、遠藤。先ほどの話出ましたけど、はい今日どっかで、まあ、チャンピオンズリーグもありますし、出場機会はどんどん得ていくんでしょうかね。得ていくと思いますね。で、僕は遠藤自体、僕
の、うん、考えで言うと遠藤は使うべきだと思ってます。ほう。やっぱり守備の時の瞬間的な判断力が別の選手とはもうレベルが違うんで、あ、本当にどこを今抑えるべきとか、どこは今アタックかけるべきとか、遠藤がいないと、それこそファンダイクとかめちゃくちゃやりにくいと思いますね。ただそれでも主導権握って自分たちが後ろからボールつなぐ、つなぎ続けて、引っかかった時にはすぐ回収するみたいなのを理想とするサッカーなんで、うん、ってなると遠藤の序列は落ちると。ただ遠藤のすごいところはプレシーズンとか出た試合も、ならそれに適応してやるよって感じで、ちょっと高い位置進出してって、ラストパスへの意識高めたりとか、ほんとすごい選手だと思いますね。なんで、より一層応援したくなりましたね。はい。後半戦はね、もうレギュラーになってたりとかもあり得るかもしれませんね。はい、期待しますね。なんで、いろいろ移籍の噂今上がるじゃないですか。この半年は全然状況を見た方がいいと思います。ここから別のチーム行って、そこに馴染むまでの時間とかもあるんで、ってなると、リバプールで、グラフェンベルフで行ったけどちょっといまいちだなとか、他の選手試してもってなって、まあサポーターの声も、いや、遠藤使えよっていう風になってきて、でそこでチャンスをつかめるような準備をしてる選手なんで、僕はこの逆境すら、むしろ、日本のサポーターには勇気を与えると思いますね。じゃあ次が富安。はい。今、怪我しちゃってますからね。そうなんですよ。なんで、もう富安に関しては、弱点、怪我だけですよね。ね。ただ、それが大きいんで。なんかもう、いつも怪我してる印象になっちゃいましたね。そうなんですよ。で、富安は、もう、吉田麻也選手とか、日本代表の、富安と一緒に練習した人たちが、こんなにケアする選手いないみたいな、はあ、こんだけしっかり体のケアしてて怪我しちゃうってことは、うん、もう本当にもう気の毒でしかないんで、うん、ただそんな選手普通なら放出候補になるじゃないですか。で、富安自体も試合出れてなくて自信失ってた時期があって、それをアルテタが止めたっていう、いや外行くなみたいな。で、富安がすごいのはそれで、いや気使ってくれてるだけだって思ってたみたい。でも外から見てたら、いやなんか富安が見てるかどうかわかんないですけど、これを、いや、あなたすごいですよと、試合見てて富安ほど的確なポジション取れる選手いないですよ。これこそこれで説明したいんですけど、富安以外の選手だと、これもうちょっと配置このままのが楽なんで、青アーセナルで説明しますけど、このサイドにボールをつける時の話、これ左センターバックの曲がり合いすで、これが富安だとします。この曲がり合いすが中央にいて、この富安がこう中入っちゃうと、ここ遠くなるのがあるんですよ。これが遠くなるんで、サイドにパスつけれたとしても、まずつけにくくて、つけれたとしても低い位置になっちゃうんですよ。なんで、ここサイド仕掛けて突破したらこれクロス上げれるじゃないですか。この状況が、こっからだと、このペナ幅より内側の位置だと低くなりすぎるんで、受けた時に距離長くなって相手のプレスも間に合って2対1になりやすいと。これが富安がいると何が起き、富安いると何が起きるかっていうと、ジンチェンコとか他の選手だと、曲がり合いす中、ここ入っちゃって、ここ解いてなんですけど、富安は、曲がり合いす外の時はちゃんと中入って、ここ繋ぐ。富安、曲がり合いすが内側いる時は、富安外取って、ここ繋ぐみたいな、この、ウイング生かす時と、ウイングを、他の人に生かしてもらって、自分は中盤で、この中のインサイドハーフの選手を一列上げて、前に厚みつける。ここの判断絶対間違わないですよ。うん、で、守備の時でも、ジンチェンコだとちょっと絞り遅れるのが曲がり合いす出てった時に、ちゃんとここ絞って、こっち側は先に絞んないとやられやすいじゃないですか。内側に最初いて、外の選手使われた後に後から出てくんで、大きい穴開かなくて間に合うんですよね。みたいなのって、教えることはできるんですけど、試合中の状況判断間違えないって本当難しいんですよ。これを完璧にやれるんで、で、出た時にいいパフォーマンスするじゃないですか。だから、こんだけ怪我勝ちでも、富安を残したいって言われてたの気持ちだと思いますね。はあ。そういう意味では、なんか選手寿命を伸ばすためにも、リーグ変えるっていうのはないんですかね。プレミアって一番怪我しやすそうじゃないですか。そうですね。ね、全然その、富安自体は、そういう気持ちになったのが、前のシーズンあったみたいですし、選手寿命で言ったらそれ全然ありだと思うんですけど、アーセナルをまた優勝させる、まあ、富安前言ってましたよね。トップクラブっていうか CL 優勝させるクラブとかそういうところへの移籍はされるけど、アーセナルをそういうクラブにするんだみたいな、まあ、その発言的にも一流ですし、富安、僕は個人的な感情としてはこのまま残ってアーセナルのレジェンドになれる質がある選手なんで、なってほしいと思いますね。だスポニチ・カキュウさんが先日来て、インテルが取ろうとしたと、でバイエルも取ろうとしたけど、まさしくレオさんが言ったようにアーセナルが止めたと、インテルでも見てみたいってちょっと思いましたよね。3バック
右とか合いそうじゃないですか。で本当、冨安がなんかそういう日本人だからそういう評価、変なバイアスかけられなかったら、どのチームでも出れる質だと思います。本当すごい選手だと思います。バイエルンで伊藤選手とコンビ組むとかもいいですね。まさかそれはすごいですね。ね、確かにな。次、鎌田選手。はい。初戦もあのレギュラーで出ましたけれども、はい、評価どうですか、鎌田。鎌田に関しては、まああれですよね。本当あの、足元で収めて、周りに預けてもう一回動き直してみたいな、それこそ昔でいうエジルとか、うん、そういう狭いスペースで、技術高く判断間違えないみたいな。で、シュートも決めれる選手なんで、そういったところではいい選手だと思います。で、あとはまあ、あの発言に気をつけてって感じですかね。結構 YouTube で言いますもんね。そうなんですよ。で、それが、どうしても、まあ、僕自分のチャンネルでも言ったんですけど、結構、こう、うまいサッカー部にありがちな思想なんで、もう、あの、天才サッカー少年がそのまま大人、少年でもないな、なんだよ。まあ、うまいサッカー部いるじゃないですか、うん。ちょっとやんちゃな扱いにくい。その人が、の最高級品が鎌田って感じなんで。なんで、今の監督だと信頼されてるんであれですけど、どうしても、その、なんですかね。まあ、そういうところで、こう、守備の約束ごと守ったりとか、自分の鎌田の感覚のまんまプレーできない部分あるじゃないですか。守備でこういう約束ごと、うん。そういうところは、まあ、どうしても弱みになりますよね。テレビ静岡で最近番組が始まって、権田選手が面白いことを言ってたんですけど、まあ、トスとか日本代表で一緒にやっていて、タスクを与えない方が生きるタイプだと。ほう、もうお任せでやらせると、やっぱ何でも やれるんで、本当守備もやるし、攻撃もやるし、気が利くし、ただタスクを、サーリーみたいに与えすぎちゃうと良さが出ないから、まあ、今、レオさんが言ったようなことでしょうね。はい、そうなんですよ。で、そういう、日本人で真面目って言われますけど、僕が出会ってきた、プロの選手から、もう、今のレベルの選手から、もう、鎌田のタイプめちゃくちゃ多いっす。なんだ、8割、9割そうですね。基本的にやっぱりサッカーの子供の頃からの指導って、サッカー少年がサッカー選手になり、そのまま指導者になるじゃないですか。うん、で、そこで戦術的な指導とか、そういう知性面のフォーカスをいっぱいされてる人って、ほんと限られてるじゃないですか、うん。ってなると、そういう指導者がそういう選手を育てていくんで、結果、上手くて気は利くけど、タスクを与えられた時の、そのこなし方わかんないとか納得できないみたいな。うん、なんで今のクリスタルパレスの523-3で、ある程度自由を与えられながら後ろに人数はいるって状況は鎌田に合ってると思います。はあ、そうなんだ。はい、東山高校でだドロップアウトしてもおかしくなかったけど、東山高校の先生がやっぱそういう生徒を扱うのがうまくて、へえ、ドロップアウトしそうな鎌田選手をすごい活かしてここまで来たっていうのは、まあそれはそれでストーリーと面白いんですけど、やっぱり亮さんがするとやっぱ育成としてそういうのをさらに乗り越えていかなきゃいけないっていう。っていうかまあ本当にこれはもう、うん、とは、どこを、あれですかね、その、それぞれの哲学の話ですね。僕は自分のチームだと、どうしても、まあ、鎌田みたいな選手を11人揃えたことはないんで、わかんないですけど、うん、やっぱりその、守備とか、こう、まあ、数字に関わるところですよね。セットプレーと守備しっかりするのって、やっぱり勝率につながるんで、そこ徹底してやれる選手って、鎌田みたいな個性の選手じゃないですよ。うん、ってなると、勝つこと、もう勝ち続けるっていうか、そこのリスクを抑えようとすると、こういう選手は排除せざるを得ないんですけど、ただこういう選手を使うサッカーになった場合、それ用のレシピもあって、それの最高峰が多分ポステゴグルーなんですよ。ポステゴグルーって、守備的な戦術の約束事が少ないけど、頑張った選手のことめっちゃ褒めるとか、うん、基本的に、技術的、その攻撃の戦術も攻撃のセットプレーっていうんですかね。なんかキーパーから繋ぐときに瞬間的にここを降りてきてみたいな選手の感覚とリンクする部分が多い戦術になるんで、うん、まあ、そういう監督さんにはすごい合う。なんでどっちを目指すかによりますね。それはもう本当指導者の人が自由にやらせて負けんのもサッカーだって思うのか、うん、もうま、もう本当負ける確率を 1% でも減らすのがサッカーだって思うのかで、僕は後者なんで、うん、なんでそこの考え方によるかなと思います。うん、でも活躍するなんか要素は開幕戦で感じたんですけど。あ、全然あると思いますよ。うん、はい。クリスタルパレス合ってると思います。それ、本当に個人事業主11人みたいなチームなんで。はい、監督もね、昔から知ってる監督ですからね、うん。はい。それ大きいですよね。次、菅原選手。はい。もう初戦もスタメンで出ましたけど、ちょっと前半だけで退いてしまいましたけど、はい、結構チャンスを作るクロスなんかもありましたけど、センター。そうですね。センタリングもね。どうですか？なんで、菅原に関しては、うん、今出た選手の中では一番、こう肉体派寄りの、選手で、起用側じゃないんで、結構チームの影響を受けやすいんですよ。ほう、結構サウサンプトンの話で言うと、サウサンプトン3バック使うんですけど、うん、この、
菅原ここですね、右のウィングバックで、上から下にサウサンプトンを攻めるとして。この3バックの幅がめっちゃ狭いんですよ。なんで、ここの菅原に1本でパス繋がんないみたいな。でも間つけて落とすみたいなとか、そういうやり方なんですけど、1本で繋がんないんで、なかなかパス受けにくかったり、あと、菅原の前のスペース、普通ウィングバックって張り続けるじゃないですか。前線から前のスペースと流れてくんで、菅原がちょっと低い位置受けなきゃいけない。ってなると、やるタスク全然変わるんですよ。張った位置で受けて仕掛けるクロス上げるだったのが、低い位置で受けると、前に人来てるから、縦つけんのか戻すのか、中とコンビネーションするか。結構いろんな役割を担わされるようになってるんで、そこはあのサッカーを今後サウサンプトンが続けるんなら、ちょっと菅原にとっては、まあ、難しい状況も増えるなと思いますね。ほう。そのサッカーに向いてないんですか？向いて、あの、サウサンプトンに申し訳ないですけど、あのサッカー向いてる選手あんまいない。その難易度が高いんですね。そうですね。戦術、なんか、戦力は分厚くないんですけど、やってるサッカー自体は、分厚い戦力でやっとできるかどうかみたいなサッカーなんですよ。ボール繋ぐの好きですし、選手がめちゃくちゃポジションチェンジするみたいな。ただ、効率はすごく良くないサッカーなんで、荒れ続けると、で、荒れ続けていくと、勝ち点どんどん落とすんですよ。うん、で、そうなると、途中から超守備的なサッカーだったり、もっとシンプルな、守り固めてカウンターみたいなサッカーになると。その時に、菅原がちゃんとスタメンの11人残ってたら、めっちゃ活躍すると思います、うん。ウィングバックで上下運動する、海外で言うと、ハキミみたいな選手なんで、もうそこのパワーだったり、走力を活かしたいところなんですけど、現状、それこそ、なんか、ラームとかみたいな、こう、リコルイスとか今で言う、そういう役割を担わなきゃいけなくなってるところ多いんで、そこまで菅原がちゃんとチーム内のヒエラルキーを落とさないかどうか、シンプルなサッカーになるのを待ちたい感じがしましたね。うん、はぁ、あ。今日ちょっとやっぱ前半だけで交代になったの気になりましたね。そうですね。あれ理由が何かっていうのはあるんですけど、うん、菅原だけにフォーカスすると、やっぱり結構ドリブルの仕方だったり、走るタイミングとか、改善点めちゃくちゃ多いんですよ。改善しなきゃいけない部分。どの部分を監督が評価しないで交代したのか怪我なのかとかはちょっと分かんないです、うん、気になってパス成功率とか調べたら 59% ぐらいだったんですね、はい、でやっぱり亮さんが言うようにボール受ける時も苦しい状態がすごい多かったですよね、はい、で横パスして無難なパスになったりとか、うん、変なサイドチェンジも飛んできますしね、うん、そこで渡されてもみたいなだから個人の責任じゃないにせよやっぱそうやって結構 60% 以下のパス成功率でかなり低いですから、うん、まあそういうのも影響したのかなと。チームの問題と、あと菅原自体のボールの持ち方が早く運びすぎたりとか、あと、もう三笘の真逆のドリブルをするんですよね。結構技術的な話すると、三笘のドリブルって相手の体の向きの逆に持っていき続けるみたいな。で、それを体の軸の中央に近いところでやるんで、なんで相手が飛び込みにくくて、三笘どんどん加速して、じゃあ加速してくるから相手も体の向き作るじゃないですか。逆持っていくみたいな。菅原結構、体の軸から離した状態で相手に向かってドリブルしていくんで、相手との距離近くなって、大当ててパスして、引っかかるみたいな。だからチームの構造の問題と、まあそれに引っ張られてるところもあると思うんですけど、菅原の技術的な問題があるんで、これを今後どう改善していくかですね。わかりました。ということで日本人選手全部終わりということで、今年のプレミアは結局面白くなるんですかね？あ、めっちゃ面白くなりますね。面白くなりますか？それこそあれじゃないですか。佐々木さんご覧になってると思いますけど、はい、なんか、去年よりも、なんかストレスないシーン多くないですか？楽しいシーンっていうか。ああ、なんかスムーズですよね。そうですよね。おー、今日なんか変化にないなとも見えちゃって、前も言いましたけど、なんかアーセナルとか見ててもなんかいつも似たような感じだな、みたいなんで、たまにちょっと眠くなっちゃいますね。結構見すぎてるんですかね。いや、もう贅沢な悩みっすよ。悩み。アーセナルとかシティで眠くなる。もうだから、あれですよね。今年もうまいな、ですよね。今年うまいですね。またサッカーが来た、みたいな感じで。うん、それで言うとあれですよね。やっぱりそういう、サッカーって、ストレスからの解放のスポーツじゃないですか。はい。入んね、入んね、入んね、やっと入ったって足でやってる。なんで、その、ストレスからの解放の言っちゃえば、緊張と緩和の、うん、もう、緩和の時間長いっていうか、ずっと上手いんで。はい。で、やっぱりある程度こう、緊張状態、うまくいかない時があるとうまくいくみたいなのが欲しくなっちゃうんでしょうね。ねえ。それじゃ、ドクみたいな選手いるとやっぱ面白いですね。どんどんドリブルしてね、他もアシストしましたね。みたいな。うん、そうですね。ただ、うん、ね、高級品なんで、やっぱどこのチームにもいるんですよね。ということですね。はい、今年どうですか、プレミア。プ
僕、ブータン行って、ブータンリーグ見た後にマンチェスターシティの試合見たら、もう、あまりのスピードにちょっと驚きました。同じスポーツと思わない。ただ、他のチームに比べてもシティってやっぱ早い気がして、そういうチームが勝っていくのか、ちょっと見極めていきたいですけどね。そうですね。佐々木さんもちょっとブータンリーグとかちょっと一回見たりとか。あ、そうしたら目がね、落ちるから僕も普段、もう自分、はい、もう、落とすわけじゃないですけど、やっぱ社会人リーグ見て自分のチーム指導した後のシティなんで、それは、僕のチャンネルもよく、プレミア見てくれる人が僕のチームのドキュメント見てくれるんですけど、はい、ここ繋げたじゃんみたいなコメントあって、いや、それできたら選手だってしたいだろみたいな。なんで、こう、感覚みんなバグっちゃうと思うんで、はい、そこはいろいろ見た上で、プレミアすごいなっていう風になっていただければと思います。ということですね。はい、ということで、今日はプレミアリーグ展望を伺いました。りょうさん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。